どうも、おまっとさんでした。部屋違いです。はい。ライオンズ、3度目の8連敗。今シーズン3度目、3ヶ月連続だそうで。ねえ、借金も32まで膨れ上がりました。膨れ上がったねえ。負けるねえ。くらむね。目がくらむね。眩しい。眩しいぞ。鍋級、眩しいぞ。何を語りゃいいんだよ、もう。何語りゃいいんだ、こんなの。おい。え？竹内でも負け、今井でも負け、そして隅田でも負け。この前は隅田しか勝たんとか言ってたのに、ついに隅田でも負けちゃった。隅田でも勝てん！しゃあない。もうてかさ、竹内にしろ、今井にしろ、まあ、いない、今井は昨日5失点取られちゃったけど、まあ、今日の隅田も、決して攻められない。なんか。ねえ、ほんと球数少なく、頑張ってたじゃないですか、8回途中まで。先頭バッターの大谷、ヒット打たれて、その後の王号だよな！王号もお前も、ほんとに、イラッとする。2球目をうまく打ったな、この野郎、バ野郎。バントしとけ！今井もバントの指示出しとけ！そう。うちに行かせたら、もう采配大当たりだね。今井さん。もうライオンズと真逆。采配がハマっちゃうんだね。向こうは。それに引き換えライオンズ。もう打線が、もう果てしなく情けないですね。もう語りたくないというかね、もう。ほんと、振り返りたくもないというか。いや、今日は、まあ、僕、名古屋に、昨日から名古屋に行ってて、で、今日帰り、車の中で、ナックファイブ、聞き、そして家に帰っても、ちょっと見逃し配信も見ましたけども、もういいやって途中で切っちゃったもんね。もうだって攻撃が、もう一緒なんだもん。早いんだもん。終わるの早いんだもん、だって。まあ、強いていいところを挙げるとするならば、まあ、野村大樹のタイムリーと、まあ、山村のタイムリー、この若手二人のタイムリーが生まれたというのが、まあ、ポジ要素ですかね。まあ、野村大臣に関しては、3番に座り、今日、最後の、ね、第4打席目もね、センターに抜けるかというあたりを、また村林にね、村林この野郎にね、取られてしまい、まあ、2安打とはならなかったですけども、まあ、明日以降も、続けて起用していってもらいたいですよ。ただ3番はどうなんだろうなっていうふうにはね、思いますね。まあ、でも3番他に打つ選手いないのか？いないか！もう誰がやっても一緒か山村いいじゃない。山村3番どうよ。おう、明日。もしくは、現在、2軍で、怪我から復帰して、活躍中の、ジャパンだ！もうあげようよ、明日。だって、今、25打数11安打とか、当たりまくってんでしょ？あげてしまおうよ。今日もホームラン打ったんでしょ？あげてしまおうよ。ジャパンをあげちゃおうよ。なあ。もうさらに、コルデロも下げて、ベッケンも上げましょう。ね、ベッケンもいいじゃない。この辺、見たいよね。まあ、ベッケンに関しては、1軍に上がっては打てなくて、1軍に上がっては打てなくてを繰り返してね、2軍、1軍行ったり来たりしてるけど、もうベッケンに関しては、というか、もう今年のライオンズに関してはもうそれを繰り返すしかない。また上げよう。ベッケン上げよう。また1軍に上がって打てないかもしれない。ただしかしね、やっぱドライチ、この、やっぱヒルマ、このベッケーあたりは、使っていきたいよね。うん。もうダメでも見ていたい。そんな風に僕は思いますわ。明日、早速あげちゃいましょう。もう空気の入れ替え、もう大事。換気しよう。空気が悪いから。もう一旦窓バー開けて、入れ替えよう。そして、ポジ要素と言ったら、ゲンちゃんのね、1000本安打ですね。通算1000本安打。これはおめでとうございます。めでたい。たまらん。まあ、目指せ。2000本ですね。といったところでね、明日は、生配信させていただきます。18時からですね。明日月曜日ですけど、祝日だから試合があります。オリックス戦です。ライオンズのピッチャー、菅井。オリックスのピッチャー、エスピノーザ、打てるかな？きついなぁ、マジで。皆さん、覚悟しといてください。9連敗という、未知の領域、覚悟しといてくださいね。頑張りましょう。といったところで今日の動画はこの辺で締めさせていただきます。チャンネル登録、高評価ボタン、コメントなんかもお待ちしております。インスタと X のフォローもよろしくお願いいたします。それではまた明日の生配信でお会いしましょう。さようなら、ライオン。